女子プロゴルフツアー、大東建択、いいヘアネットレディス第2日、23日。北海道、滝の CC イコール6578ヤード。パー7221位からスタートした、渋野ひな子が、前半の9ホールを2バーディー。ボギーなしの34で回り。通算4アンダーとして、 渋野ひな子のハーフターン時点で首位と小打差の14位に浮上した。約4ヶ月ぶりの日本ツアーとなった、先週の GMO インターネット、レディースサマンサタバサグローバルカップで予選落ちを喫したが、今週は上位を狙える位置につけている。元ソフトボール少女の渋野ひな子にとって、今週は絶好の発分材料がある。 今大会前日の21日、K 五輪ソフトボールで日本代表がオーストラリア代表に8の1でコールド勝ち。ソフトボール日本代表の勝利で頑張れました。皆さんのように楽しんでプレーができましたと第1日終了後に満面の笑みで話していた。この日も笑顔を見せながらプレイ。 渋野ひな子は五輪出場を逃したが五輪開幕ウィークで復活の気配を見せているホールアウトした藤田彩季チェリーゴルフと10ホールまで消化した渡辺彩香・大東健太区が通算9アンダーで首位に並んでいる藤田彩季渡辺彩香が首位全美テーラ3位 渋野日向子は14位最終組がハーフを終えて3位から出たベテランの藤田才樹が1位イーグル4バーディー2ボギーの68で回り通算9アンダーと伸ばし首位から出て2バーディー1ボギーの渡辺彩香と共に首位に並んでいる10位から出た 浜田真宙が6バーディー。1ボギーの67で回り。通算8アンダーとして3位に浮上。3位から出た宮里美香は1位イーグル。2バーディー。1ボギー。2位から出た全美邸が4バーディー。1ボギー。1ダブルボギー。5位から出た猿。 ジエが4バーディーで共に8アンダーとして3位に並んでいる。勝南とサイペインが7アンダーで7位。ホリコ柏ネ。カシラスカからが6アンダーで9位。全週予選落ちの渋野日向子は2バーディー。ノーボギーの35で折り返し。通算4アンダーで小祝さくららと並んで14位。 前週優勝の若林舞子は76等とし通算にオーバーで80位と予選通過が厳しくなった。次のオーディオビデオでお会いしましょう。斉藤健拓衣ヘアネットレディース第一日、22日。 北海道滝の CC イコール6578ヤード。パー72、渡辺彩香が8バーディー。ノーボギーの8アンダーで首位に立った。1打差の2位は、全美帝、ジョン・ミジョン、韓国。宮里美香と、藤田才樹が5アンダーで3位。鈴木愛。 かつ南ら5人が4アンダーの5位で並んだ。渋野ひな子は2アンダーで21位につけた。上野さんみたいな存在になりたい小学生時代にソフトボールに打ち込んだ渋野ひな子は、以前から一番好きなのは上野由紀子さんと日本代表のエースへの憧れを公言してきた。今大会の前日から、 東京五輪のソフトボールが始まり日本の戦いぶりや上野の投球に強い刺激を受けている3月以来の国内ツアー出場となった前線はパットの距離感が合わずに予選落ちこの日も10番スタートの序盤はバーディーチャンスからオーバーする先週のパットが頭をよぎったというが 13番で5メートルを沈めてから、リズムが良くなった。5番で2打目をミスして、ボギーを叩いても、6番で2メートルを入れて、すぐに取り返す。部のひなこらしさが、だいぶ戻ってきた。3バーディー。1ボギー。今日みたいな安定したゴルフができれば、 予選カットのあたりで戦うことは少なくなると手応えを感じていた。ソフトボールの昨日の勝利があって、今日は頑張れた。上野さんは北京五輪の金メダルから13年経っても日本のエース。競技は違うけど、私も上野さんみたいな存在になりたい。自身の五輪出場はならなかったが、 憧れの人にに、近づくために立ち止まってはいられない藤田佐伯浜田真宏が首位体浮上渋野日な子は12時40分にスタート大東健太区 E ヘアネットレディス2日目23日滝のカントリークラブ北海道6578アードパー72北海道ながら 初日から30度を超えた、熱戦、大東健太区、イーヘアネットレディスは2日目の競技が進行中。午前組の選手が、ハーフターンを終えて、藤田才輝と浜田真宏がトータル8アンダーまで伸ばし、午後組の渡辺彩香に並ぶ首位タイに浮上した。1打差の4位タイには、猿、ジエ、韓国、 午後組の、全美亭、韓国。トータル6アンダーで、大井出水月と、原恵里花が6位タイで続いている。初日を2アンダー21位タイで終えた、渋野日向子は、12時40分に、西村優菜。最後を真央と一番旗からスタート。どこまで伸ばしていけるのか。 次のオーディオビデオでお会いしましょう。